はい、タバコ喫煙動画。今回はラッキーストライクのこれなんだっけ、ラッキーストライクのこの新しく出た、これなんていうんだっけ、この新しいバージョンのやつ、14ミリ。これは400円のね、安いっていう、ラッキーストライクの安くなったバージョンで14ミリの一番強いやつの方ですね。これなんて名前なんだっけ。ラッキーストライクっと。エキスパートカットってやつですね。14ってやつ。まろやかで味わい豊かなバージニア刃を使用。通常よりも精巧にタバコ刃を刻むエキスパートカットを採用となってます。これ以前、10ミリのやつは確か吸ったんだっけ ?6 ミリだったっけ?10か6は吸ったんですよね。6だったっけ忘れた。うん。で、なぜか普通のラッキーストライクより、ラッキーストライクの普通のやつが11ミリなんですけど、そっちの方より高いっていう、タール値がね。こちらが、タールが14ミリのニコチンが 1.2 ミリとなってます。これはどう普通の、ラッキーストライクよか。どんな感じで。だって14ミリ普通のラッキーストライクよか強いはずな、ですよね。ってことは、普通のラッキーストライクは、よか実はうまかったりするパターンもあるかもしれない。いきまーす。これはラッキーストライクの香料が、全然、ラッキーストライクっていう洋木のあの香りが全然しないですね。そっか、普通のラッキーストライクが値段460円なんですけど、60円も安いですね。なんだろう、ラッキーストライクって言って書いてあるけど、全然ラッキーストライク感がないですね。洋木感がない。で、タールが強いっていうことで、味も強いのかなと思ったら、別に軽いですね。14のくせに全然軽いですね。吸いやすい。だけど、全然ラッキーストライクじゃない。洋木の香り、マルボロの香りとかさ、ラッキーストライクの香りってさ、結構独特なんですけど、あれが全然ない。香料を使われてないのかな、あんまり。ああ、全然軽いっすね。なんだこれ。14のくせにやけに軽いな。14のくせに10ミリぐらいの軽さなんだけど。どうなってんだこれ。なんだこれ。ラッキーストライクとは別物と考えた方がいいですね。俺以前吸ったのこれ6だったっけ ?6 ミリだったっけ ?10 ミリだったっけ確か6だったっけ。あの時はまだ6は、まだラッキーストライクの感じ残ってたんだけどな。14になったらなんか全然むしろ別物になったな。6の方がまだなんかラッキーストライクの風味っていうの残ってたんだけど。
これは軽いっすね。なんだろう。ラッキーストライクって書いてあるけど、ラッキーストライクとは別物のタバコみたいな味になってます。てか別物ですね。うん。ほとんど。ラキストの、ラキストなのにラキストの香りが全然しないっていう。なんだろうな。洋木じゃなくなったラキストみたいな感じ。洋木感ゼロのラキストになった。多分まだ6の方がうまいんじゃないかな。うん、まあ、6ミリのこのラッキーストライクに比べると14の方が、別格、別物になったっていう感じ。6とはまた全然別の感じですね。味としてはまあ、なんかプレーンタイプになった。ラッキーストライクがプレーンタイプになりました、みたいな。プレーンラッキーストライクっていうのかな。せやね。なんだろう。うん。そんな感じはしますね。ラッキーストライクっていうのは洋木だった、洋木の風味がバリバリあるやつなんですけど、それが全くプレーンになって、あ、でもほんのり、これくらい、ラキストの、なんか、残りがみたいなのはするけど、なんか、面白みがなくなったラッキーストライクって感じがしますね。まだこれだったら6ミリの方が美味しいんじゃないか。なんかあれに似てるね。ウイスキーに例えるならば、まあ、例えるのもまた難しいんだけど。ハイボールで飲むウイスキーとストレートで飲むウイスキーっていうのまた変わってくるじゃないですか。香りが、ハイボールにすると、結構、ストレートで飲んだ時とか、また、こう、変わってくるっていうか、なんていうかな。うん。テイストが変わってくるっていうかな。そんな感じの意味合いで、捉えてくれたらわかるかもしれないです。まあ、あんま面白くはないでしょうね。うん。ああ、これはあんまり、うん。これは、面白くない。ただまあ、400円なんで安いことを考えれば、まあ、まあ、あれなんでしょうけど。以前吸った6ミリの方が、6ミリか10ミリの方が、まだ面白かったっていうのはありますね。うん。これは面白くないな。これは面白くない。二つ星。ご視聴ありがとうございました。